はい、始まりました。え、稲ョ部の試しに録音してみた略してため録えー、トーク40ですね。えー、このポッドキャストは30代後半ものづくりが好きで子育て中のエンジニアである稲ョ部の何でもない雑談をお届けするポッドキャストになっています。それでは始めていきます。では、えー、前回の振り返りですね。えっ、ー、と、井戸端で、うんと、いろいろ話をしていました。表現としてのものづくりをしていて、え、ものづくりの話をしている中で、えー、っとですね、 あ実は、えー、作ったものが、えー、っと、表現だったんじゃないかって話が出ていましたね。これ、何の話かっていうと、えー、自分はものづくりをしているんだけど、これは単にその確認作業のものづくりであって、えー、っと、イメージキャストのお二人のような表現のような見せ方はしてないよねっていう話をしていたんだけど、話の流れで、実は、とはいってもね、確認といって作ってはいるんだけど、その作っているものも何か、うちなるモチベーションがあって作ったわけだから、それは、見方を変えたら、違う方面から見るとあ、一種の表現として捉えることも解釈も可能なんじゃない ないかっていう話を前回したわけなんですけど、えっ、ー、とそこに関してあそう思ったっていう意見を、えー、CFQ さんとかえっ、ー、と元祖さんからいただきました。あ、そう CFQ さんね、えー、今まで CFQ2F7LRU-LYP さんって呼んでいましたけども、えー、時々にこの間えっ、ー、ともう CFQ でいいですよ私のことをあってるでた確かになともうそれで明らかだしなと思ったので今,今日からそれで呼びます。はい。まあそんなことを話していました。 ええとね、前回のポッドキャスト振り返ってみると、振り返りパートが14分ありまして、全体で確か38分とかがあったので、半分ぐらい、半分もないけどね、えー、振り返りをしていて、まあ、いや、いい、いいことだな、たくさんフィードバックもらえていいことだな、なんて思っています。えー、で ねそれからですね、他何話したかっていうと、3歳の息子との電子工作をしている中で、実はこれワークショップに繋がるんじゃないって自分の中でね、えっ、ー、と、ワークショップするなんて考えてもないわみたいな話をした直後に、実はこれはこういう気持ちからワークショップ始めようって思うんじゃないかななんて話をしていって、えっ、ー、と、元素さんが機運が醸されているとか、えー、自分のために作るまでじゃなくて他人に公開するモチベがあるっていうのが、えっ、ー、と、そのワークショップがしたいっていうところのモチベーションにつながるのかもしれないねというふうなコメントをいただいていました。 ちょっとこれを見てどうなんだろうなと思っていて、自分がその何か公開することはするんですよね。確認作業とはいえね。で、それは人のため。 にっていうのも、まあもちろんあるんだけど、うん、ある種の自己満足とか、どうやってやりたいとか、自己実現、自己表現みたいなものなのかなって、えー、感想を抱きながら、待て待て、自己表現って言ってんなって思って、やっぱり私の作っているものも何か表現なんだなっていうところを、えー、ここのね、一連のやり取りをしながら、再度確認できましたね。じゃあ、何なんだ、何を表現したかったんだみたいなところを、私は自分に聞く必要が今後は出てきそうな気が、しますね。はい。 それから前回、えっ、ー、と、普通オータ自動生成システムの話をちょっとしたんですけど、種のぶさんから、えっ、ー、と、こういうのを、えっ、ー、と、使わせたいのであれば、OBS っていう、えっ、ー、と、配信用のソフトがあるんだけど、それで使いやすいように作っておくといいんじゃないだろうかっていうアドバイスをいただきました。確かにね、OBS っていうなんかその VTuber とかが多分ね、使う。 えー、ツールだと思うんだけど、私も一回使ったことあるんだけど、HTML をね、オーバーレイで表示することができるんで、多分そのまま動くような、どうなんだろうな。ちょっとやってみないとわかんないですけど、なんで画面のサイズとか、その辺が設定できるようになってればいいんですかね。ちょっとやってみようかなって思いましたね。えー、それから、えー、東の命名の話で、電子の軌道の話をちょっとしたんですけど、 え、その流れで、モトスさんが、えっと、えっと、化、え、け、っと、で、右手系と左手系があって、当時分からなかったので、とりあえず、えっと、右手、左手と仮置きして理論を作ったら、えっと、後にそれが正しいと分かったっていう、そんな話を思い出したよっていう話で、えっと、え、えっとね、この話は電子の軌道は、K 角から、KLM ってアルファベットの K から始まってるんだけど、えー、これは、ま、さらに内側に軌道があるかもしれないから、えっと、A から始めずに K から始めとこうっていうふうに、あの、過程を置いて話を、あその、ルールを決めたら、実は K が一番内側だったので、おかしなことになったって話なんだけど、この の話はとが結果的にうまくいったっていう例ですね。それ以外で言うと、このうまくいかなかった話だと、えっと、電流と電子がね、結果として逆向きにな,なってるっていうのは、これは予想が間違ったパターンですねっていうのも挙げていただきました。そうですね。電流が流れる方向っていうのは電子とは逆向きの方向になっていて、これは歴史的経緯によってね、電子が発見される前に、まあ、とにかく電流の向きを決めなきゃいけないっていうことがあって、それで、えー、向きを決めちゃったんだけど、それは、えー、っと、結果的に電子が流れる向きとは逆になってしまっていて、えー、まあ、今ね、 ええと、そのままみんな覚えてますけどね。そういうこともありましたね、なんていう話に広がっていって。まあこれは東急の命名の話じゃなくて、この予想してエイやで決めたことがうまくいった話、うまくいかなかった話っていうところに雑談が広がっていていいなと思いました。 え、同じく東京の命名のところで CFQ さんから、え、21大衆の命名を思い出したっていうふうに、えっと、言われていて、私は、これ、パ聞いてパッとわからなかったんだけど、えっと、ページを作っていただいて、か見てみると、あの、古今和歌衆とか、新古今和歌衆とか、ま、こういう和歌衆が21冊あるらしいんですよね。で、それに名前がついてるんだけど、え、もう、今言ったね、古今和歌衆と新古今和歌衆あたりから、なんか怪しい匂いがしてきますよね。え、ちょっといろいろ見てると、新族古今和歌衆とかもあるらしくて、もう、本当にわからん、順番わからんってなりますけど、ま、そんなのがあるんだなっていうのを教えてもらいました。 それから全体のところで、はるひさんから、オープニングとエンディングの音楽、オープンハットのタイミングにものすごく違和感があるなんてコメントいただきました。ちょっと私ね、あの、この入りと出の終わりの音楽、いつも、えっ、ー、と、オープンソースじゃないや、えっ、ー、と、クリエイティブコモンズの、えっ、ー、と、パブリックドメインの、えっ、ー、と、音楽を選んで入れてるんだけど、正直ちゃんと聞いてないし、ちょろっと聞いたいい感じと思ったら使うようにしているので、えっ、ー、と、あんまり意識してなかったんだけど、 と思ってて、この収録前に一回聞いて、確かにずれてるねっていう話しようと思ったのに聞くの忘れてたんで、えっ、ー、と、ずれてるかどうか自信がないですが、ずれてるそうです。ちょっと気になる人は前回話聞いてみてください。今回同じ音楽にするかは、えー、収録の後これから編集の時に決めるんで、えー、わかんないです。もしかしたら今回も同じようにずれてる音楽になってるかもしれないし、違うのにしてるかもしれません。はい。まあえっ、ー、と、そんな、えー、前回の振り返りでしたと。あ、で、前回の振り返りの中でもう一つあって、えっ、ー、と、私のよく聞いているポッドキャスト、イメージキャストで、 えっと、ワークショップの話を、えっ、ー、と、出てきました。えっ、ー、と、先週の話かな。えー、で、えっ、ー、と、その話も、えっ、ー、とこ、この後したいなと思ってるんだけど、えっ、ー、と、前回の振り返りコーナーじゃなくて、普通に日記の話、日記の中の話でしていこうかなと思いますので、その話は後回しにします。はい。はい。えっ、ー、と、恒例の健康のコーナーですね。睡眠が安定して振動しています。<laughs> 7時間半、4時間半っていうのが順番に、 交互に来るっていうのがここ一週間ぐらい続いていて、えっ、ー、と別にまあ平均睡眠時間としては足りてるんでいいんだけど、4時間半の時はやっぱり寝起きが悪いなと自覚がありますね。えっ、ー、と、あと花粉症の症状がひどくて、ひどくてっておろしもないんだけど、目が、目に違和感があって、朝もちょっと鼻水出るけど、まあそれはそんな大した問題じゃないんだけど、目がねひどくて、で、あの、先手の目薬、その目がおかしくなる前に、え、目薬を、 定期的に刺すっていうのを、えー、なるべくやるようにして、えー、まあ、それの成果もあって、ある程度はマシになってるかなと思います。あと、その、名、なんだろうな、花粉が、 飛んでる時は外に出ない方がいいような気もしつつ、まあでも保育園のね、お、で、あの、お迎えとかで行かないといけないんで、まあ出るんだけど、なんか体感としては <laughs>、外に出て体を動かした方が、えっと、目とか鼻の不調が少なくて、外に出、だからなんかその自律神経とか、体の免疫力が下がってることが、えっと、花粉症を発症してる主な原因で、花粉にさらされることが、えっと、悪いはまず、あ、その両方なんだけど、なので花粉に触れないようにするか、え、代謝を上げたりとかして、免疫を上げる、えっと、自 神経をと整えどっちがいいのか。ちょっと、まあ、室内で、えっ、ー、と、エクササイズとかをするのが一番いいような気がするんだけども、ジ,ジョギングが習慣づいちゃってるもんで、でついでに外にも出るしね、あの、保育園の向かいで。なので、ちょっとジョ、ジョギングをしていて、これは、花粉症に対していいのか悪いのかわかんないけど、まあ、でも、あの、それで、症状は落ち着いているので、まあ、まあ、そんな、えー、暮らし方をしています。まあ、健康か健康じゃないかで言うと、まあ、ま、 なあ、季節の花粉症はあるけど、健康でしょうというところですね。 さて、日記からのネタですね。まあ、日記からと言いつつ、えっ、ー、とね、先週配信のあった、えー、イメージキャストの178話のお話をします。えー、タイトルは、働くのを恥ずかしいと思える人でないと、フリーランスを続けるのは難しいっていうタイトルになっていますが、まあ、そんな話もあったんですけれども、その話の中で、えっ、ー、と、前、私が、えー、2つ前の話数ですね。で、えっ、ー、と、話した、えー、子供、 えー、子供向け、子供と大人向けの、えー、ワークショップのお話、あの、このイメージキャストのホストをやってらっしゃる鉄道さん主催の、えー、そういうワークショップがあったんで、参加したという話を、えー、しましたけれども、えっ、ー、と、それについてのお話を、えー、結構長くしていただいたので、えー、いただいたのでというか、まあ、全然思い出しながら、えー、今回はそのイメージキャストの感想会みたいな感じで話していこうかなと思ってますね。 えっと、鉄道さんは、このワークショップのことを、えー、便宜上学校を作りたい活動というふうに、えっ、ー、と、おっしゃっていますと。で、えっ、ー、と、なんかね、あの、話を改めて聞くと、あの、ワークショップはしないぞみたいな話を初期の頃、173話か、学校を作りたい、朝方生活へ、学校を作りたいの時に話をしてたんだけど、なんか、えー、その、後に良いアーティストの方と出会って、やっぱやるぞってなったっていう <laughs> ところがあったらしくて、私がなんか、あの、この、 ワークショップの話をしたときに、なんかワークショップにすごく前向きで、えー、っと、まあ、そういうのをやりたい人は、どんどんやっていくといいよね、みたいな話をしていましたけども、まあ、あの、鉄道さんも別に最初はやる気はなかったらしいっていうのが明らかになりました。あまあ、でもねあの、結果的にワークショップは実施されて、それはすごくやりたいという思いからやられていたと思うので、私が話した、そのやりたいっていう人がやっていくのがいいよねっていう話は、まあ、そんなにミスリードではないと思うんだけどね。はい、そんなんとか。 あと、なんかそのワークショップを開催するにあたって子供にどう接するかどう集中させるかについて、えっと、保育園の先生に相談をされたっていうような話をされていて、すごい熱量だなと思って、えっと、聞いていました。それから話の中では私が、あの、リスナーさんも来てくれたんですよみたいな話で、この稲ョブさんっていう方がねっていう話もえしてくれていて、あの、まあ、あの、参加を好意的に受け取ってえいただけてたようでよかったですし、あとあの、私が持っていった、えっと、基盤の話とか、電子基盤を持っていて、あのー、 ちょっと雑談をしたんですけど、そんなところも面白かったよって話をしていただいていて、いやいや、この辺も受けてよかったなと思っています。これ実はね、私、結構戦略的に持っていったところがあって、あの、なんていうの、その偶然を予想って、全然偶然でもないけど、こういうのがあると、こういう話に花が咲いて、えー、私という人がどういう人かっていうのが、鉄道さんの、えー、心に深く刻まれるであろうみたいなアイテムをいくつか持っていってて、あの、それが、あの、刺さったっていうところで、あ作戦通りと思いながら聞いていましたね。 えー、あの、前回の、前回、前々回の私のポッドキャストで、あの、なんで、えっ、ー、と、こういうワークショップをやろうって思ったから、モチベーションをあまり、えー、ちゃんと聞いてなかったんだよねっていう話をしてたら、こんなことを言ったらね、こ、そは答えざるを得ないわね。すいませんね。なんか、答えさせちゃった感じになりましたけど、えっ、ー、と、その178回の中で、えっ、ー、と、答えていただきました。えっ、ー、と、これはなんか、かん、これこそ文通的コミュニケーションですね。ちょっとあの前、全、 前ね、あの、朝方生活で、えっと、学校へ作りたいの173話でもちょろっと話して、え、らっしゃったので、なんか、また話させてしまって、ちょっと申し訳ない気持ちもあったんですけども、まあ、でも、新しく、えっと、聞けるところもあったので、すごい、なんかね、ポッドキャストを使って文通をしてるみたいなコミュニケーションになっていて、面白いですね。えっ、ー、と、テッドさん曰く、え、学校以外のサードプレイス的な場所が、自分が欲しかったっていうのがあって、それで、まあ、あの、今になって、自分の子供を含めた、えっと、他の子供たちのためにもあるといいだろうというところで、それを自分がやっていくんだっていう、そういうモチベーションがあるというふうにおっしゃってました。 で、そういうサードプレイスっていうのはその何かっていうとその学校という場を相対化できるような別の場っていうのがあるといいんじゃないかっていうことですね。で、この部分は私もすごい共感するところがあって、自分も振り返るにその人生においてそういうサードプレイス的な場所が結構そのいろんなフェーズで用意することができて、それによって自分という人物 の成長がいい方に動いたような実感があります。まあ場というほどじゃないんだけど、例えばうちの親はなんか大人の集まり、子供が普通来ないような大人の集まりに私を一緒、私や弟を一緒に連れて行くっていうのを結構やってくれていてというか、まあ置いとくのが心配だったとかっていうのもあるし、子供、 なんだ、自分が参加したいから、シャアなしに子供も連れて行ってたってことは実態だとは思うんだけど、うんと、その子供としてその時はつまんねえなと思っていたんですけど、後から考えるとやっぱりそういう場にいて大人と話したりとか、えっ、ー、と、いつもと違うコミュニティの人、年齢の結構離れた人と、えー、話すような機会があったので、相対化はできてただろうなと思っていますね。 だから自分がちっちゃい時には、山の教室っていう、まあ田舎なんでね、あの、かっこよく言うとボーイスカウトみたいな、集まりがあって、そこにも参加させてもらっていて、そこでの体験も結構、えっ、ー、と、いいものだったので、まあそういうサードプレイス的な何かが大事だよねってとこはすごく共感するし、確かに今、身の回りを見た時にそういう場があるかって言われると、まあ、ちゃんと調べてないからわかんないけど、うんと、まあ私が欲しいような形のものはなさそうな気がするので、やっぱ欲しければ作って、 たらいいんじゃないという気持ちになるのも確かにわかるって思って聞いていました。 ただなんか話を聞いてるとなんかその子供に何か良いことをせねばみたいな脅迫的なある種脅迫的なモチベーションが鉄道さんには今あるように見えていてなんかちょっと無理してそうで心配だなと思って聞いていました。自分はねこういうなんかねやらねばとかって強く思う姿勢で何かやるのは長続きしてないのであんまりその努めてやらないようにしています。まあこれは前,前回話したあの勝手にやることっていうところのその勝手にやるっていう言い方にも現れてると思うんだけどその無理してやるんじゃなくてもうほっとくとそれをやらざるを得ないや やっちまうっていうようなものはどんどんやってきゃいいんだけど、やるべきだよねでは私がみたいな、そういうなんか、なんだろうね、その理、理論だけでやるべきって考えてやることはなかなかね、続けるのが難しいなと、個人的には思います。それはもちろんね、その、やるべきっていうところをちゃんと、モチベーションにしてうまくいく人も、いるので、あの、無理してるって思ってるのはもう私だったら無理だなって思って聞いてたっていう感じですけどね。はい。 あまあ、デトウさんもそれが無理だっていうのはなんかどうやら自覚もし,つつしてるらしくエピソードの中では自分にブレーキをかけてみたり、やっぱりやった方がいいのじゃないかみたいなそういう心の葛藤なんかも含めて語っていただいていて生々しく、えー、生々しいなと思って、えー、聞いていました。でもで、ね、そのできる人がやるべきだよねっていう話は、えー、っと、されていて、まあそれは確かにそうで、なんだ、ノブリス・オブリージュとかいうのかな。まあなんかそういう思想もあって、それでそのな、ものづくりをできる第三の場所を作るってなると、やっぱり自分が作る、 べきだよねというか作ることができるからやろうよっていう、まあそういう話になっていましたね。で、そのメタな話として不具合があると思ったら自分で直すっていう、その姿勢を自分が実践してその姿を子供に見せたいんだよっていう側面があるっていう話もされてて、これもすごく納得していて、あの、その、まあその、 不具合があると自分で治すっていうのもそうだし、その姿勢を見せる。えー、子育ての仕方として子供に何か教え込むんじゃなくて、大人が、えー、何かをしている様子を見せてそこから感じてくださいっていう、そういう教育の仕方というのが、まあ割と、自分もそういうモチベーションがあるなと思っていて、まあ私のまた話をしますけど私は、うーん、まああくまで親がやりたいことを子供を巻き込みつつ実施するっていう感じでそういうのをやっていきたいなと思っていて、まあどっかで話しましたけど、 自分の親がそうだったんですよね。その登山に連れ回される幼少期ではございました。あの、登山が良かったか、なんだろうな、その、で連れ回されてで、登山いいものだと思ったかって言ってそんなことはないんだけど、その副産物として例えば自然科学にすごい興味が湧いてるとか、あと登山の過程で行く地域のマイナーな科学館や博物館が結構好きだったんですけど、そういうのはいいなと思ったりとか、あとその登山中は暇なので、あ,あの、弟がいるんですけど、兄弟で暇つぶしの遊びを、うん、開発するいい機会になってたなと思ったり、えー、まあ、そういうなんか、 副産物なんだけど、あの結果として得られたものとかもあったりしますね。まあ、開発って言いましたけど、そのまあ、要は飛沫通しが上手くなったうんとか、ある種の忍耐力がついたみたいなところですね。で、まあその中、まあそういう副産物もありつつ、あと親がその本当に登山が好きで、えっ、ー、と子供を連れて行ってまでというのかな、<laughs> まあ、えっ、ー、と人生をそのやらされ仕事とかではなくてやりたくてやってる活動っていうのに打ち込む姿っていうのを見られたので、なんか自分も大きくなったらそういうものを持ちたいなとか、えっ、ー、と持つべきだろうなっていう風な考え。 自然に至るようになったので、まあそういうふうなことを自分も子供にやってあげたいなと思っていますね。で、その、なんかそうそうで、そういう話は確かね、トーク29のエンタメを見出す能力の時とか、えー、っと、 あとそうそう、うちの親もね、ものづくりを勝手にどんどんやる人だったんですけど、その話もトーク29なければ作ればいいってところでね、あの、私が、あの、クリスマスオーナメントをね、あの、自作した話をしたんですけど、まあそんな中で、えっ、ー、と、オセロのコマを親が勝手に作ったとか <laughs>、話をしましたけど、まあそういう親の姿勢が子供に、えっ、ー、と、影響を及ぼすのは、私が知っているので、自分もそのようにしたいななんて思っているなっていうのをなんか、えー、思い出しながら聞いていましたね。 で、まあ、その子供のために、えっ、ー、と、自分がやりたいことをやるというのは、まあ、すごく自然なことだと思っていて、その子供のためにやるんだと。自分はやりたくないけど、子供のためにやるんだ、なんてことをやっていると、なんかこれは子育て後の人生のバランスの取り方がすごい難しくなるんだろうな、という気がしています。子供のためにっていうのが大きな主語になっちゃってると、じゃあその子供が独立した時とか、子供がそれはやりたくないって言った時に、なんかこの不思議な変なモチベーションで、人生をドライブしていかないといけなくなっちゃうと思うので、うん、できれば自分がやりたいことを子供と一緒にやる。 やるっていうスタイルでえー、っとやっていきたいしまあ、そうしかできんだろうなっていう気持ちが私はあります。まあ,あの子供をきっかけで始めたことがうんと自分の新しい興味関心人脈に繋がるみたいなこともあるとは思うので、まあ、そういうのとまあ併用して。いく 感じにはなると思いますけどね。ただまあ、今、自分が興味を持ってたり、関心があったり、えっ、ー、と、そういう子育てプラス自分の興味の合う人脈みたいなのがあるんだったら、それを利用しない手はないので、あそういう意味であの、鉄道さんの主催していただいたワークショップは非常に、えっ、ー、と、私のモチベーションとも合致したので、えー、楽しく参加させてもらいましたね。 まあまあそんな話をね、イメージキャストのトーク178でしてい,いただいていたので、ちょっと私もそれに合わせて話していました。まあその後は、えっ、ー、とフリーランスの仕事の話、土日に仕事をするってどうなのそれは恥ずかしいことなんじゃないのみたいな話とか、えっ、ー、と自作キーボードの話とかをされていたので、もしとイメージキャスト興味がある方は聞いてみればいいんじゃないかなと思います。まあ、私の話とは関係なくなっちゃうので、ここら辺で、えっ、ー、と感想のところはおしまいですね。それからね、 お父さんから写真が送られてきましてそのワークショップの時の写真をね撮っていただいてたんですけどいやーすごいあの腕がいいってい先生分かんないその腕は私分かんないんですよあの分かる技量持ってないから分かんないんだけど私が撮った写真よりも明らかに いい表情をしているうちの娘を撮っていただいて、あの、それもすごくいい、えー、と、思い出になりましたね。あの、まあ、あのす、私はスマホの写真でパシャッと撮ってるだけなんで、あの、まずその、機材が良かったってところもあるし、えー、写真の腕もすごく良かったんだと思います。あの、いや、本当に改めて参加して、えー、良かったと思います。こういうワークショップ。まあ、あの、無理せずというところはありつつ、あの、また、機会があったらぜひ、参加したいし、何か協力できるところがあれば、えっ、ー、と、私も、あの、勝手にやりたい範囲とそれが合致していれば、ぜひやりたいと思っていますので、まあまあ、 いろいろ話が進められればいいななんて思っていますね。まあそんな、えっ、ー、と、イメージキャストの178回の、えっ、ー、と、ワークショップ部分についての感想のお話でした。 さて、次のお話ですね。えー、っとですね。実は、ディスコードサーバーを始めてみました。何もわからず始めてみました。なんかね、最近、ディスコードサーバーを活用してコミュニティを運用してる例を見かけることが増えたなと思っていて。なんか、元々 d i ディスコードって聞くとなんかゲーム配信の界隈で使われてるツールで、うんなんかまあ、使ってる人がいるなぐらいだったんですけど、最近電子工作だったりとか、それこそポッドキャストのコミュニティとしてディスコードを使われてる話を結構見かけて、自分もいくつかのサーバーに入れてもらったりしていて、あ、なるほどこういうもんなのねってのは何 なんとなく分かってきましたっていう感じです。で、特に、まあ私がなんかもうおじさんみたいな発言するんですけど、若い人の間で、この、SNS、 えっと、アナザー SNS として使われ始めている雰囲気が感じられています。私たちおじさんからするとですね、SNS ってのは草の根の頃から知っているから、なんか好きに自分の発言を壁に向かってする場所でしょっていう第一印象がまだまだずっと残って使ってますけど、振り返って今の、えー、Twitter、えー、X を見てみると、もうそういう場じゃないよねっていう風な感じがしますよね。初めて今の X をパッと見た時に、それをそういう壁に向かって、えー、っと、なんか誰に聞かせるでもない話をする場所って捉えるか ちょっとそんなことはなくてもっとそのインフルエンサーの人がえっ、ー、と話した内容が何十万何百万いいねされてるやつがボン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 ボ,ンボン流れてきてで個人の話なんてのは全然流れてこないような場所とかに見えたりとかあと炎上してる場所に見えたりとかっていう風に多分見えるんだろうなと思っていてその X で子としての発言をするっていうのはあんまりそういう場所の第一早期にはもうならないんじゃないかなという気がしていて、うん、まあその なんかカウンターがディスコードなのかは知りませんけども、まあでもそういう若い人がやっているっていうのもあって、まだ、あ、やってみないとわかんないと思うんで、あの私はそのまだ X を自分のつぶやきをする場所だっていう認識はある、あるので、それでいいじゃんっていう気持ちもあるんだけど、まあでもその批判しててもしょうがないんで、ちょっとやってみようと思って、えっ、ー、と自分のディスコードサーバーを今用意しています。で、えっ、ー、と、まあ一方でこの、あの、 タメロは、えー、っと、スクラップボックスプロジェクト井戸端にがあの対応するページを作ってそこで感想だったりコミュニケーションをしてるってところがあるので、実は、その、もうそこでいいじゃん。ディスコードっていうのはその打足じゃねっていう、えー、考え方もありますが、では、そうなんか、 わかんないですね。私の中でスクラップボックスはすごくいいツールだと思っているし、今井戸端にいる人たちもそう思っていると思うので、その考えからするとディスコードってのはスクラップボックスよりある種劣ったツールだと、えー、という、かなりの主観を持った評価があ,あるので、 ディスコードを今持ってくるっていうのはなんかちょっと打足感がすごいんだけど、でも多分この考えは間違いで、ディスコードにはディスコードの得意な、えっと、コミュニケーションの仕方があるし、スクラップボックスにはスクラップボックスの特有のやりやすいコミュニケーションの方法があると思ってるし、どっちが好きな人もいるだろうし、なんかそういう考えからすると、まあ両方あって好きな方に来てくださいねっていう方が、まあ、もう、もうなんていうの、間口が広がっていいだろうなと思ったりするので、まあそういう意味もあって、まあ実験的に今作って、 いますで、実は一週間ぐらいもう運用していて、自分もそこを使ってみて、うんと、あ、やっぱりスクラップボックスとディスコードっていうのはどっちが上とかではなくて、コミュニケーションの種類が違うんだなっていうのを、えー、体験することがある程度できています。例えば発言のしやすさだったり、あとそのモバイルデバイスから書きやすかったりとか、あと話の流れがそのスクラップボックスだと発散する方向に向かうのに関して、対してディスコードではあるトピックについて順番に話す。まあ、えっ、ー、と、よくターン型コミュニケーションなんて言ってますけど、ターン式のコミュニケーション。 になっているとか、あとはまあ集まる人の種類が違うんじゃないか。まあこれは今回はまだディスコードはあの井戸端でしか人を集めていないので、スクラップボックスが得意な人が来ているので、えっと、まあまだわからないけど違う人も来てくれると面白くなるかもな、なんていう気配を、えー、していますと。 で、特にこのディスコードサーバーの中でも、うん、と今回は私のディスコードサーバーっていうその人を中心としたコミュニティを作ろうとしているっていうところが、えっと、まだちょっと自分の中でも挑戦だなと思ってます。人の、人を中心としたコミュニティの反対としたトピックを中心としたコミュニティっていうのがあると思っていて、まあディスコードではないですけど、私がやってる、えっと、ものづくりのための、えっと、スクラップボックスプロジェクトであるファブウィキとか、えっと、子育てのスクラップボックスもやっていますけど、まあこういうのはうトピックを中心としたコミュニティになっていて、まあコミュニケーションをするというよりはそこに情報を集めたりとか、 え、あるトピックに、を中心に、え、それに関心のある人が集まっているっていう形になってるんだけど、人を中心としたコミュニティっていうのは、まあ、ポッドキャストは間違いなくそうなんだけれど、えっと、もうあれは、これはコミュニケーションって言えば、一方的に伝えて聞いてもらってるっていうところもあるので、えっと、もう少しその、やり取りを頻繁にする場として、えっと、のスクラップボックスとか、えっと、ディスコードを、まあ、考えてみると、まあ、最近の言い方で言うと、ファンコミュニティとかっていうのかな、あの、なんかファンっていうと、その、いわゆるその、アイドルとか、タレントの人が、えっと、そのファンに向かって、 何かコミュニケーーションするるようなイメージがあるけどそういうなんかトップダウンというかヒエラルキーがあるようなものではなくて、もう少しフラットな単純に私に興味のある人が私と何か話がしたくてやってくる場とか、まあそういうふうな育ち方をする、してほしいなと思って、えっ、ー、と、まあ人を中心としたコミュニティを、あーできればいいかななんて思って、えっ、ー、と、作っているところもありますと。はい。まあ、 私の発信としてはいろいろ発信をしてて、例えば、えっ、ー、と、ツイッター、X に、えー、と発信をしてるし、そこからポッドキャストをやってるし、で、さらに、えー、その集まりのディスコードを今回作りましたけど、まあ、この順番かな、X、ポッドキャスト、ディスコードの順番で、より私に近づいてきてる感じの場になってると思ってます。で、あのー、近づけば近づくほどノイズも多くなると思ってる。その私に興味があるんじゃなくて、私の発する電子工作の話に興味があるとか、私の発する子育ての話に興味があるとか、そういう人もいると思うん、ね、ですけど、そういう人は多分近づきすぎるとノイズが多くなるし、 から適切に距離を置いて、えっ、ー、とポッドキャスト X のところで止まっといてもらえればよくて、いやいや私そのものに興味があるんだよっていう人はどんどん近づいてきてもらって Discord のところに来るといいんじゃないかな。いやそんな興味のある人いいのかっていう話もあるんだけど、まあ、ちょっと一応ね場として用意しておくことは損ではないと思うので、ね、えっ、ー、と。 まあそういうのを用意しているかなと思っています。で、まあこういうその、ある種の興味のある人を集めて、クローズドな、まあクローズ、まあ誰でも入れるようにはしますけど、クローズ、ある種反クローズドなコミュニティを作るっていうやり方は、うんと、まあ面白いなと思う反面、うん、あんまりそのたくさんの人をそれで繋げることはできない、えなと思っています。ツイッターとかみたいな感じで、あのフォロワー7000人とかってなってますけど、そういうのは無,無理じゃないですか。7000人のディスコードに入って、何かそのコミュニケーションするのは無理だと思うので、あの、 このやり方はかなり、えっ、ー、と、なんていうのかな、その多くの人とやり取りをするための仕組みではないなと思っていて、うーん、その、みんながこんなことを、私の友達の興味のある人がみんなこれをやり始めたとして、私がみんなそこに入るかって言うと、それはしないので、うん、なんか、なんだろうね、その、スケールしないやり方をとっているなという気はしつつ、うーん、なんだろうね、どういう時に X、 で、えー、追いかけていったらよくて、どういう時にディスコードに入ればいいのかみたいなのもちょっとやりながら、うん、自分も人のディスコードをどうやって選別してるかみたいなところを考えながら、運用していきたいなと思っていますね。で、なんか、私が参加してるディスコード、個人ディスコードサーバー、そのま、人を中心としたコミュニティでいいなと思うやりとりは、その、その個人の活動とかに対する 助言とか、が、を、その、周りの参加メンバーの方たちが、進んで行っているような、そういう、やりとりのある場が結構いいなと思って、その、助言も、なんかその、教えてあげるよって上からでもないし、えっと、ぜひ、話させてくださいっていう下からでもなく、お裾分けとか、お互い様とか、コミュニケーションよくみたいな、そういうものにドライブされて、え、行われているもので、その、どっちがどっちって、どっちが上、どっちが下とかではない、ウィンウィンの関係から生まれているように見えていて、こういう、う場ができる となんか嬉しいしまあ私のディスコードがそうなるかわからないけどまあそういう場があったら私も参加したいなと思うしなんかそういうものをどうやったら作れるのかとかどういう条件が揃うとそういうなんだろうな場になるのかみたいなところにも興味があるななんて思っていますねでまぁ、あ なんかこれはすごいカトキで、こういうその自分の周りに何かコミュニケーションできる主体がいて、その人と話をしながら、自分の行動を決定していくような、そういう時代、そういう仕組みが、なんかこの、今最近流行りの AI とかの活用によって来るんじゃないかなと思っています。わかんないけど。その予習として人間間で、えっとこういうその、お互いがお互いのアシスタントになっているような、えっとそういう構造を作る っていうのは、ちょっとそういうその未来を先取りする意味でも面白そうだなぁなんて思っています。えっ、ー、と、ま、あディスコードに限らず、私はあの、スクラップボックスプロジェクト井戸端にもその毛を感じていて、今こうやって話して悩み事だったり、今やろうとしていることをちょっと書くと、それを付随する情報を、えっ、ー、と、なんだろうね、その、何の損得感情もなく伝えてきてくれる主体が、人たち、人たちでいうのはねそ、そういうその、 機能を持った場っていうのがあるっていうのは一つ場所を知っていて、それがそのスクラップボックスプロジェクト井戸端なんだけど、それがスクラップボックスが適しているのか、ディスコードでもそういうことができて、ある場合にはディスコードの方が有,有益というか、まあ、時系列に沿って、えっ、ー、と、さっと隙間時間にかけるとかっていう意味ではディスコードの方がよ、良さそうだし、なんかそういう,う、なんかそれぞれ比較することもできそうだし、まあ、両方やってみようって思ったりして、まあ、始めてますと長いな。モチベーションの話こんな長くして大丈夫。あ、で、えっ、ー、と、 予防戦としてね。こう、じゃ始めたけど、観光撮りですと、誰も来んですってなる確率はすごく高くて、別にそれでも始めりゃいいとは思うんだけどね。別に金払ってるわけでもないし、誰かに対して恥ずかしいってわけでもないんだけど、まあでも私はもうおっさんですから、あの、そういうちょっとね、失敗するかもしれないことを挑戦するのは、こんな些細なことでも、なんか嫌なんですよね。いやいや、嫌かどうかわかんないけど、ちょっとネガティブに思っちゃうんだよね。うん。で、まあ予防戦としてね。予防戦として、これもし誰も来なくても、 私が使える場所になるっていう、その言い訳が立つのがいいなと思ってね。予防線としてね。あの、ここは私の発信の情報、私が発信する情報が流れる川だと。 そういう立て付けで作ろうと。だから、もし誰も人が来なくてもそこには川が流れてるだけなので、あの、なんていうのかな、自分が川を見るために川を作ったんだっていうつもりで、えっと、まずは自分用に作ったっていう予防線が、えっと、ありま、ありますというか、そういう予防線を思いついたから、えっと、作るに至りましたと。 変わってどういうことかというと、私の、えっ、ー、と、発信したブログのポストとか、私が SNS に書いた内容とかが、あの、ボットがいて、あの、そのボットが、私の発信を、RSS とかをチェックして、えっ、ー、と、その内容がどんどん、あの、適切なチャンネルに流れていくような、えっ、ー、と、仕組みを作っているので、誰も発信を、誰も参加しなくても、誰も発言をしなくても、えー、このディスコードチャンネルには私の、えっ、ー、と、活動の足跡がどん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 残るという仕組みに、えー、なっています。 で、あの、まあ、とか言ってね、予防線を張って始めたら、あの、井戸端から何人か参加してきてくれては、い、て、まあ、別に何か盛り上がってるってことはないですけど、あの、参加してくれて、いろいろ最初は話をしたりとか、あと、あの、CFQ さんなんかは、あの、過去会で、えっ、ー、と、この、 ポッドキャストの過去回を聞いて、その感想をダラダラ書いてくれたりとかしていて、あの、非常に好きに使ってくれていいのよっていう気持ち、私はあります、あ思ってるんだけど、本当に好きに使ってくれていて、えっ、ー、と、何かが起こる予感みたいなのをしてきています。まあ、こういうね、あの、まず、その、最初の、えっ、ー、と、私がやろうよって言って始めたところに対して、さっと入ってきていろいろ、あの、活動を展開してくれている。これは、あの、セカンドペンギン的行動ということで、あの、非常にありがたく思っています。あの、二人目に踊るばかりになれ、なんて話もありますけども、まあ、そんな感じで、あの、 CFQ さんには非常に監査しつつ、あの、まあ、あのみんな別にね、あの、この使い方があるわけじゃないんですよ。ここまで話したところ、な、何もね、私は計画がないので、あの、稲ョブ側っていうのが、そこにあった時にみんなどうするなんかしたいことはあるっていう状態で、あの、とりあえず開放、川を解放しますので、あの皆さんぜひ来てみてくださいっていうところですね。だからそういう予防線があったのもそうだし、あとね、2月なんかね、私健康のコーナーでよく言ってますよね、そわそわするつってね、なんかどうも落ち着きがない。 ないのなんかその自律神経の乱れもあって、ちょっとね、メンタルに来てるところがあって、あの別に落ち込むとかじゃなくまあもう落ち込むもちょっとあるけど、 気分が安定しないこととか、あと集中が途切れちゃうっていうのがあって、そのなんか集中が途切れるってことはつまりなんかいろんなことに手をつけたくなるっていうそういうメンタルなので、あの、逆に言うとこういうディスコードを始めるみたいな普段だったらちょっと尻込みしてできないようなことをもえっ、ー、と、まあ、やるかっていうなんか <laughs>、そういう気持ちになれる時期っていうのもあって、あの、それで始めてるっていうのもあるんじゃないかなと思っていますね。まあ、あの、そんな感じでね、始めたディスコードサーバーなので、あの、ぜひ、あの、この、 えっと、概要欄かなわかんない。多分、概要欄とか、あと、井戸端の該当ページに、あの、リンクを置いておきますので、あの、興味のある方、川、その川どんな川か見てやろうっていう人は、ぜひ、あの <laughs>、参加してみてくださいね。で、今んとこね、作って便利に思ったことは、あの、聞いてるポッドキャストをメモするとかの時に便利で、あの、メモっとだったら、いや、別に Google キープでいいじゃんって話もあるんだけど、あの、時系列でどんどん書いていけることもそうだし、あもしかしたら、私のポッドキャストと同じものを聞いてる人がいたり、そこの私の、 書き込みを見て、あ、そのポッドキャスト面白いって思ってもらえるかもしれないし、まあ、あの、そういう、もしかしたらも期待しつつ書ける場として良さそうだし、モバイル端末からも書きやすいしね。とか、あと、これはこの場に書くべきかってね、例えば X だったり、移動端だったりで思うような内容のこともあるんだけど、一旦そういうチェックはなしで、プライバシーさえ守ってれば、えっと、書いていいやって思える場として、えっと、このディスコードがあるなっていうふうに、えっと、一週間運用して思ってみたりとかしました。あと、それからまあ、逆にストック型あとで見返したいみたいな情報を書く場所としては相性が非常に 悪いので、まあ仮に Discord に書いたとしてもどこかこれは大事な情報だって思ったら、えー、スクラップボックスとか別ウィキとかのとこ別の場所に逃がすっていうことをしないといけないななんて思ってます。が、まあ、これはそのうち AI がやってほしいところなんですけれども、あの今はまだ人間がえっ、ー、とちゃんと情報必要な情報を取捨選択してストック情報は適切な別のプラットフォームに逃がすっていうのをしないといけないななんてね思ったりしてますが、まあ、まあそんなえっ、ー、とまあ自分の個人ツールとしても使いつつ川として活用しつつ他の人も来てくれるとなんか面白いことがあるかもって思ったりしています。 ますね。はい。 え、で、まあ、見に来る人、語る人、あ、やってきて語る人は、あと、ぜひ、えー、っと、歓迎しています。ルールはまだ決めてないけど、まあ、とりあえず仲良くしてねっていうぐらいかなと思ってます。はい。とりあえずあの、ためろくの感想とか、そこから思いついた雑談とかを書いてもらえると嬉しいですし、例えば、いるかわかんないけど、スクラップボックスプロジェクトの井戸端に入るのはちょっとと思っているけれども、感想を書いてみたいな、なんて人が、そんなニッチな人いるかわかりませんけど、<laughs> いたらぜひ入って、えー、見てください。で、あの、もちろん、スクラップボックスに、えー、っと、書いてる人はそのままでもいいし、 両方に変えてもいいし、どっちか片方でもいいですし、あの、まあ、そんな感じで雑に使ってもらえればと思います。まあ、とりあえずね、あの、どんな交流をするかも決めてないし、とりあえず、あの、川が流れていますので、あの、活用のアイディアも募集しますし、あの何もなくてもそこに川は流れていますので、そっと抜けていただいても構いませんし、まあ、そんな風にね、あちょっとま、実験的な試みとしてお付き合いいただければと思います。そんな、Discord サーバーを、i s c o r d サーバーイナジョブ川を初めて見たというお話でした。 はい、えー、お届けしてきました。イナジョブの試しに録音してみた略してため6、トーク40、そろそろおしまいの時間になってきました。今回は、えっ、ー、と、イメージキャストの178回で、えっ、ー、と、ワークショップの話ね、参加させてもらったワークショップ、ワークショップの話が、えー、出てきたので、それの話、それの感想会みたいなところが前半、後半は、えっ、ー、と、ディスコードサーバー、イナジョブ側というのを作ったので、えっ、ー、と、まあ、これは実験的な試みではありますけれども、もし、えっ、ー、と、この試みだったり、あと、私そのものに興味がある、イナジョブそのものに興味のある方、 方は、えー、ぜひ入ってみてきてください。あの来ても何が起こるとかはないので、あの俺が盛り上げてやるとか、まあ、別に川を見に来たとか、まあそういう人の参加を、えー、募集しております。はい。あのはいでまああの引き続きこのポッドキャストはやっていきますので、興味のある方は、えー、お聞きのポッドキャストプラットフォームから購読ボタンを押していただければっと非常に嬉しいと思います。はい。えー、ではえー、っと今回はこの辺りにしようと思います。お聞きいただきありがとうございました。